スも海の中から帰ってまいりました。かっこいい夕日に照らされてめちゃくちゃエルになっております。エキさん、お疲れ様です。いやー今日すっげーかっこいいっすよ。いいやろ。めちゃくちゃ夕日に照らされて、はい、もうさ太陽からの使者みたいになってる。もう本当に太陽からの使者みたいになってましたね、はい、いや今日はね、はい、お言葉を太陽からのお言葉を預かって今日来たんや。そうなんですね。 あれちょっと傘いいですか、避けていただいて。ちょっと傘避けていただいて。ちょい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 。え、帽子どうしたんすか。帽子今日いつもズラやんや。ズラ、いやズラが取れたんや。いやいやトレードマークの一つの帽子がないじゃないですか。どうしたんすか。ごめん、はい、ごめん、そこに置いといた。そこ忘れたんすよね、家に。忘れてた、ごめん、忘れてた。どんまいっす。そういうこともあります。ほんとしょうがないです。ちょっと気が緩んでるな。いや、まあ、まあそうっす。そうっす、まあ、でも言われるわ、コロナに言われるで。お前もっと立ち止まれ。そうっすね。剛さんも LINE LIVE で一旦立ち止まる時、立ち止まる時じゃねえかと。そうけど、そんな中今日も夕方、うん、今日は新選組、はい、重田、はい、三津谷局長の、はい、お誕生日です。おお、55歳、おめでとうございます。おめでとうございます。局長、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、局長との思い出はな、まあいろいろあるわけよ、はい、まず一つな、はい、お店に新選組ガーデナーに行った時に、はい、局長の写真飾ってあるかな、はい、横綱武蔵丸の断髪式の、はい、局長の写真、はい、その写真を見て我が息子が、あ、パパって言うわけよ。え、エースさんだと思ったんですね、飾ってある写真が。そう、うん、はい、じゃあパパって言うからよ、はい、で、お、見たらなんか、あ、俺に雰囲気似てんなと思って、あ、特徴俺似てるんや、ですごい親近感湧いたわけ、はい、一方的な親近感になります、はい、そうですね、確かに。それで、はい、新選組に行くようになって、はい、で行ったら行ったで、はい、特徴とたまたまお会いして、さささっと足音を立たさずにさささっと局長の横に行ったら、うって、もうウェルカムや、ほいで写真撮ってくださいって言ったら、よーいいよ、おー、鹿児島のことやから、はい、やっぱ大きな心持ってらっしゃるよな、はい、俺と一緒で宮崎やからな、はい、でもそれで写真撮ってもらってちょこちょこ宮崎が挟んでくださいそうや、はい、そうや、お隣じゃないか、宮崎、そうっすね、はい、それで長渕剛会を新選組でやらせていただいて、はい、な、そしたらそういう連中がいるっていうのをつけて、はい、剛さんのライブのポスターな、あと太陽の家の映画のポスターもいただいて、はい、うわー、もう局長に、ね、はい、私たちを認めてもらったんやと、はい、もうすごい嬉しくて、今のポス、そのポスターの一部はな、あのロサンゼルス長渕剛会千葉支部の、ハマーさんのところにな、一部はあれ本人購入してる、本人入会されたって認識してしてらっしゃいますこれから言っとくわ了解しました千葉新聞ってことです、はい、そうです、はい、それでな、もう特徴には本当に結構あったもんな、結構っていうか一回か、あのな、神楽っていうレストランでもな、そうですね、写真も撮らせていただいて、新選組さんはロサンゼルス長渕剛会の聖地ですからね、聖地の、はい、エルサレムかな、エルサレムですね、本当に聖地ですね、だから本当に、はい、で今回の、ね、ちょっと前 LINE LIVE においても、はい、な、局長の奥様に僕が伝言を残して、はい、しっかり局長を折り返してくれたよ、はい、な、ありがたいですね、本当に個人的に俺の携帯に局長からお電話いただくなんて、もう一方的なラブコールに、そうよ、お忙しい中答えていただいたと、本当にすごい、はい、ちょっとそうっす、ね、もう僕と局長の間には、はいはい、絆とは決してちぎれたりしないものだってな、なぜっすね、なぜ、はい、そういう絆が生まれてるんですね、生まれてる、はい、一方的かもしれんけどな、一方的だと思いますいや本当に、はい、でも今日このスペース、この空間に集まった連中、俺の正真正銘、嘘のない歌できっと理屈抜きに
何かを感じると信じてるから。それあれですよね、剛さんライブのライブ19、はい、そうっすね、うん、はい、テレビつけてもらっちゃうんですけども、はい、腹の中締められてるとあんまり流れてないし、いや何言ってるか分かんないです、早すぎ、早すぎっすここは正念場だからね、まだまだ俺もぶらけないし、やっぱりつまんでる歌が入ってくると俺のレベル低いっていうことですよ。これ始まってんすね、モノマネ。お互い頑張ってあげようよ、本当だぞ、俺本当にやってんだからな。そうっすね、あれよかったな、もうすげえ聞いて俺もすげえ覚えてるもん。なんか言ってちょっと照れてないですか。いやいやいや、そんなことないです、そんなことないよ、はいはい、いやギャラリーがさ、はい、結構少ないなと思って今日はそうですね、まあ、夕方なんで、あまり、はい、そうです、はい、ということで、はい、本日、重田局長、55歳、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。これからも、我々の聖地、新選組で剛会をさせていただきます。よろしくお願いします、これからも剛さんと局長と我々とタッグを組んで、いやいやいや、ほんと一方的っすね。それあれですよね、スカイボー組んで共用じゃなくて提供ですよね。提供、はい、そうですよね、はい、共に歩んでいきましょう、はい、な、正しい、はい、局長も、はい、局長もさ、はい、強しか入ってもらおうか。いやもうちょっと共用でおこがましいっすおこがましい、はい、おこがましいな、はい、けど応援はしていただきたいですね、我々のその剛さんへの思いを、うん、の活動の応援はしていただきたいですね。応援してほしいな、局長には、うん、応援していただきたい、はい、何とぞ、はい、よろしくお願い申し上げます。まあ、ぜひいい一年にしていただきたいですね。そうだな、局長、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。またお店にも行きましょう。行きましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。